群雄が割拠する中、孫権は演術の命を受け、慶州に劉表を打つ。この一時は瞬く間に知れ渡り、江東の虎の名は一躍天下に轟いた。その後孫権は帝を戦勝した演術と袂を分かつと、これを中罰。蘇伝来の地五軍を奪還し、江東一帯を制する大勢力となった。一方華北では帝を擁し台頭する曹操と名族である袁紹が対立。両者は関東の地で雌雄を決すべく争い、曹操がその勝者となる。かくして北を制した曹操が遠からず南進し、孫権と対するは明白。ならば曹操が関東で疲弊した今、棋戦を制しその後輩をつく。江東の地を守るため、そして帝を利用する逆臣曹操を討つため、孫権は胡弘と頼む関東郊外らを率い、呪春へと軍を進めた。果たして虎の牙は曹操の野心を裂くことができるか。敵は曹操、後輩をついたとはいえ侮れ。皆身を引き締めて進めるのだ。戦場に出るのも何度目ですかろう。もう数えきれませんな。今が進んだの。お前たちがいればこその俺ら進んだの。これからも頼りにさせてもらうの。進んだの。これが王道の虎の文化。みんな聞け、聞くんだ。なんと曹操軍とはそこまで弱腰か。あるいは何ぞ企んでおるのでしょうかろう。周りの砦へ崩れに目立つ。調べておくか。たった一人で知略の餌食になりたいらしい。やったな。さすが俺の親父だぜ。さあ来やがれ。お前なんかひとひねりだ。何、これで勝ったと思うなよ。しまいましたか。というのです、さすがは兵法家戦士の光栄です。やっぱり敵が隠れてたな。もしかして俺大活躍か。負けてねえよ。殿、三義公はここで奮戦しておりますぞ。ご覧いただけましたか。案ずるな関東、お前の働きは常に心に焼き付けているぞ。
になってやる。
勝ちどきをあげよう。